はい、明るい農村です山田さんとヤギのユキ。はい、こんにちは。イノシシのね、箱穴周りを、ずっとやってるんですけどね、なかなかね、箱穴の方に、イノシシが映ってないので、このままね、ヤギ動画になるのか、心配してます。ちょこっとね、今ね、山田さんのところに来たんですけど、山田さんが見えなくて、ヤギ、山田さんがね、小屋にしまっていっちゃったんでね、今少し出してあげて、撮影してます。初めての方はヤギのユキちゃん、名前がね、11月のね、6日の日にね、山田さんのところへ連れてきて、今日でだいたい5日目ぐらいですね。多分これ小屋なんですけど、ちょっとね、見てくれは悪いけど、中はかなり干し草がね敷いてあって、居心地いいと思います。少しね、表に出してあげて、今ね、散歩をさしてるところです。本当にね、ヤギ動画になりそうですね、これすっげーだろうな。ちょっとこの白と赤と、この頭のね、角にかぶせてある、このビニールのね、ホース、すっごいこれがかなりいいですね。結構ね、これ生き物飼うって大変だと思うんですよね。いろいろネットとかでね、調べて、ヤギは乾燥してるところが好きだとかね、水はどうなのかだとかね、いろいろ乗っかってるんで、ね、少しずつ、ちょこっと映していきたいと思います。名前がヤギのユキちゃん、メスで、今年のね4月に生まれて、今これで、80センチぐらいあるのかな、体長が。結構大きいですね。山田さんがこれでこのロープで引っ張ったら、多分ね、引っ張られちゃうんじゃないのかなと思う、これ以上大きく。まあまだね、生まれてから、7ヶ月ぐらいしか経ってないんでね、引っ張られちゃうと思います。すげえ勢いでむしゃむしゃ食ってるな。今日はね、山田さんどこに行ってるのか、多分竹がね、小屋の方に置いてあるんで、竹を切り出しに行ってるのか、どっかね、掃除してるのかね、見当たらないんで、少しね、撮影しながら、散歩しようかなと思います。なかなかね、生き物本当飼うの難しいと思います。餌だとかね、うんことかね、そういったのなんかね、ポロ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 出すんでね、これ住宅街とかじゃやっぱりね、ここだったらだだっ広いところなんで、めめめめ泣いてもね、全然どこにもね聞こえないんじゃないかなっていうぐらいね、大丈夫ですね。
引き取ったのはね、自分が行ってるね床屋さんの方でなんか、連れてきてね、当初飼う予定だったみたいなんですけど、とにかくこのロープ食いちぎって脱走だとかね、小屋から脱走して、よそのところに行って、むしゃ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 今みたいなピッチでね食べてたみたいで、手に負えないということで、急遽ね引き取ってきたヤギの雪です。すっげえ勢いでむしゃむしゃ食ってるな。どのぐらいでね、生後、11月4月に生まれて生後で、あ、今おしっこしてんのかなこれきっと。どれぐらいでね、大人になるのかね、ちょっと分かりませんけど、動画の中にはねどんどんこれも、出ていきます。イノシシの方はというと、全然ね気配が、ね、見当たらないですよ、箱穴の方。そういうわけで、このままヤギ動画になるのかどうか、果たしてね、ちょっとね表へね少し散歩させてみようかなと思います、結構いいピッチで走ってくれるのかな、本当に。これね今ちょうど両サイド田んぼの道を歩いてるんですけど、すごいんですよね、これこっちがイノシシがね掘り返した後両サイドもね、すごいです。ここも掘ってますずっと、こっち側もねひどいですね。ここなんかもすごい勢いで掘ってる。いやこれ結構なピッチ歩いちゃってんな。ちょっと行った先に何があるのかね。おお、ああ、餌があるのが分かるのかね、これね。今ね小屋から出したんだけど、結構なピッチでバクバク食べてますね。帰るのか帰るのか。すごいすごい、おお結構走るわこれ。いや、これ結構すごいわ。いやこれだったら結構ね引っ張られちゃいますねきっとね。いや、あ疲れた、すげえや。やっぱこれぐらい運動しないとやっぱダメですね、ヤギの方もね多分。まあいいところへ来たと思います。ここだったらね車に轢かれることもないだろうしね、いいところへ来たと思います。ああダメダメダメ、これね山田さんが作って小屋の脇に置いてある干し柿、来た初日にね
バク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 みんな食べちゃったんですよね、おっことして。ちゃんと小屋のあるところが分かるのかどうか、小屋の前に戻ってきました。あ、小屋にはもう入るのかな。夕方まだ3時ちょこっと前ぐらいですね。もう小屋の前に戻ってきて、山田さんの声がどっかから聞こえてきました。あ、山から降りてきましたね、山田さん。あ、来た来た。ご主人が帰ってきて山田さんに懐いているかどうか。ああ。それじゃあね、今日は箱穴ではなく、ダメダメだ。癒し系の、ヤギの雪ヤギ動画で終わりたいと思います。それでは。